はい、丸一佐久間さんの銀鱗白写り、搭載メスでサイズが32センチです。お願いします。はい、こちらも今回全部同じ腹の銀鱗小腕になりますが、銀鱗種独特の白地が多めの方が際立ってよく見えるということで、墨が仕上がれば墨三段みたいな形でいい模様になるんじゃないかなと思って期待しております。はい、いいところに墨持ってます、ね。そうですね、元ところもしっかりしてますし、親骨ちゃんと避けて元ところが入ってますんで、墨質はかなりいいもんじゃないかなと思ってます。で、この方も見せてよろしくください。はい、この墨の巻きも結構ありますので、はい、大きくなるといい感じの模様になりそうなんですけど、また切れも結構いいです。こんな感じでメスです。はい、今の時期どうしてもメスでも頭が焼けるなるんですが、まあ、2歳になって上がってくれば頭も真っ白になって炭も少し増えていい感じになるかと思います。そのあたりも想像しながら見てみたいですね。そうですね、それが吸い物の楽しみでもありますね。はい、それではアップしたいと思います。こちらも出来上げが楽しみですね。そうですね、はい。どんな、まあ、品評会に使えるような上がりしてくれるんじゃないかなってしておりますけど炭の出てる場所がいいだけに、そうですね、はいはい、期待できる一本じゃないでしょうか。こちら、丸一佐久間さんの銀鱗白写り、搭載メスでサイズが32センチです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。